皆さんおはようございます。能登の旅2日目の朝です。まずは宿の朝食、見てこの湯豆腐、飲みすぎた胃に優しいんですよ。やばい、これでスイッチ入ってもうて、どれもこれも美味しいもんやからちょっと食べ過ぎてしまいましたね。ほんとここねぶた温泉能登の署、温泉よし料理よしのいいお宿でした。で帰りもね、宿の送迎バスで輪島の朝市まで送っていただき、ほんと最後までありがとうございました。はい、というわけで輪島の朝市やってきました。あいにくの天気ですけど、頑張って皆さんお店出してます。で休憩所ではね、買ったやつを炭火で焼いてくれてましたね。地元で揚がった新鮮な魚がずらりと並んでて、どれもめっちゃうまそう。朝市周辺をぶらぶら探索して、11時の開店めがけてやってきたんがここ、輪島の洋食屋さん、わらしょ。頼んだんはこの店一番の人気メニュー、ビーフカツレツ。ケチャップやマスタード、お好みで渡されるんですけど、やっぱり地元奥能登で採れた塩で食べるのが一番美味しかった。ごちそうさまでした。ブラブラしながら道の駅までやってきました。ここのゴーゴーカレー、できた頃は珍しくね、能登半島遊びに来た時は必ず寄って食べたんですけど、ほら海鮮ばっかりも飽きてくるでしょう。だけど今はもう全国展開していろんなとこで食べれるようになりましたね。今ね、現在地輪島がここ、昨日の千枚田、夜に行ったとこが千枚田、ここで今日ね、今からこれからね、この穴水いうとこまでバスで移動して、ここからね、能登鉄道乗ってね、ずっとこのね、和倉温泉、今日の宿はここに和倉ありますんで、ここへ行きます。12時25分発の穴水総合病院行きのバスに乗れますよ。北鉄バスですね。で、道の駅の前は一本松公園。はい、これですね、北鉄バス穴水総合病院行き、これに乗り込みます。穴水駅までの所要時間約30分。
輪島から穴水まで言うたら能登半島の西側から東側への移動となるんですけど、道中の景色は日本の原風景とも言うべき奥能登の素朴な田舎の風景が今もこのように残ってます。穴水駅到着しました。この穴水駅能登鉄道七尾線の終着駅なんですけど、いろんな車両が止まっててね、乗り継ぎの待ち時間小1時間ほどあったんですけど、全く退屈しなかったですね。今回はここまで。次回この穴水駅から能登鉄道七尾線に乗って和倉温泉に向かいます。七尾線は絶景路線。七尾湾に浮かぶ能登島を眺めながらのシーサイドコース、どうぞお楽しみに。